西八代郡市川大門町に総工費5200万円で新しく誕生した大規模な共同養鶏場、総飼育数2万羽。ここでは20棟の鶏舎をはじめあらゆる設備が近代化され、経営の合理化が進められています。これは飼料タンクですが、飼料は毎日農協の専用車でタンクに随時補給されます。そして貯蔵された飼料は必要量だけタンクの下から取り出し、運搬車で鶏舎に運びます。また産み落とされた卵は集卵車で運びます。水はパイプで給水。床に落ちた鶏糞は俗にダンプといわれる運搬車で運び、オイルバーナーの乾燥機でよく乾燥し、質の良い肥料として出荷します。また万一病気が発生した場合には直ちに獣医の往診を受けるようにしています。今日の農業は構造改善による専業化、大規模化が叫ばれていますが、ここの10名の経営者もかつてはそれぞれ農業を主に、養鶏を副業としていた人たちです。しかし今ではこの共同養鶏を専業として、少ない労力で大きな収入を上げています。そして近い将来にはさらに鶏舎を増築し、鶏卵選別機なども備え、10万羽養鶏を目標に力を合わせています。